股関節が変われば体は変わる。実は股関節が硬いと、反り腰、腰痛、猫背、下腹ポッコリにつながるんです。その結果、下半身太りが起き、なかなか痩せなくなるんです。今回、股関節を閉じたり開いたりするだけで、老廃物がドバドバ流れて血流が良くなり、代謝が上がって、下半身太り解消、反り腰、下腹ポッコリが解消されるよ。スマホ顔の前に置いてチェックしてみましょう。まずは足の裏を合わせてください。かかとを引き寄せて膝がどのくらい倒れるでしょうか。閉じた状態と開いた状態の間ぐらいならまだセーフ。これよりもね、膝が起き上がっちゃうよっていう場合は反り腰の傾向があります。次に後ろに手をついて足を開きます。内ももを床に交互につけてみてください。反対の足を動かさないと足が倒れないよっていう人は硬い傾向になります。片方を止めたまま片方が倒せれる場合正常です。それではやりましょう。まずは片足伸ばして反対の足は内ももに当てましょう。この状態で膝を押さえて胸を張ってキープ。このままでキープです。膝がねペタッと倒れる人もね、今はねしっかり胸を張ってキープ。膝が浮いちゃう人はね、手で少し押さえてください。ストレッチはね、痛いと思ったら負けです。なんか違和感感じたらね、ああ伸びてる、気持ちいいなーって思ってやってくださいね。胸を張って、よーし。はい、OK。反対足も同じです。伸ばしたら、足の裏を内ももに当てて、膝を押さえて胸を張る。いきましょう。このストレッチはね、いかに楽しく気持ちよくなるかがポイント。痛いな痛いな硬いな痛いなと思うとね、苦痛になっちゃうからね、とにかくニコニコしながら楽しくね、筋肉伸びてるな、結構良くなってるなーっていう感じながらね、ストレッチをやっていきましょう。呼吸はね、リラックスすればするほど筋肉は緩む。はい、OK。じゃあ今度両足広げましょう。そしたら足をね、内側、外側っていう風に開いていきましょう。足開く幅はね、軽くでいいです。内側、外側。できれば膝が伸びた方がいいんですけど、開くときはね、ちょっと膝が浮くかもしれない。それでもいいです。とにかくつま先の方向が前後ろっていう風に浮けばいいです。難しい人はね、手を後ろについてもいいです。内側外側、余裕がある人はね、手を前につきましょう。いいですよ。じゃあ足の裏合わせてみてください。はい、足をまずはねちょっと前めにしましょう。かかとを遠くに出して、で膝を軽く押さえながら前屈、膝を外に押さえながら前屈です。理想はね、その外側に開くことも内側にすることも両方できるのが理想。どっちか偏りがあるよっていう場合は、股関節がね、どっちかに回ってる証拠ですから、その結果反り腰や猫背、腰痛、そういったことが起きてきます。よし、 OK。 はい、今度はかかとを引き寄せましょう。膝が浮く人は押さえて、ゆっくり前屈、リラックスしていきましょう。しっかり下に押さえながらね、胸を張って股関節を開いていきましょう。結構ね、男性はこっちが柔らかくて内側が硬い、O脚の人はね、こっちが柔らかくて内側が硬い、 X 脚の方はね、内側が楽でこっちがきつい、そういった傾向がありますので、まずどっちもね、やることが大事。はい、 OK。 後ろに手をつきましょう。そしたら交互にまずはね、倒します。両方足を動かしていきます。ゆっくりゆっくりゆっくりです。ゆ
体が弱い人もね、関節が硬いってことがありますから、ゆっくりまずはね、無理しないように股関節から足を回しているっていうイメージを持ってやっていきましょう。これだけでもお腹結構へこみますからね。よっしゃ、いいですよ。次は片方膝がね、できるだけ動かないように倒してみて、ちょっとね動いてもいいけど、できるだけ動かないように倒す。よー、ゆっくりやっていこう。ゆっくり倒す。できるだけ反対の足が動かないように、気持ちよく楽しくやっていきましょうね。はーってリラックスしながらね、やるといいですよ。これだけでもね、代謝上がったり体も熱くなるし、便秘改善にもいいからね。よし、よっしゃ、 OK。 じゃあ今度は片足伸ばして片方を開く。これを繰り返すよ。手を後ろについて、パタッパタッと開く。閉じたら開く。開くときに力を抜いてね。片足だったら開くけど、両足が開きにくいってパターン多いから、まずは片足ずつね、開く練習。体はね、ちゃんとね、機能を戻してあげた方がね、体は変わるからね。よっしゃー、あとちょっと、よし、オッケー、その調子、いいよ。反対も一緒。閉じたら開く。リラックスしながら行きましょう。いいよ、また、また、そうそう、その調子、いいよ。あんまり下までね、開かなくてもいいよ。力を抜いていくとこまで。少しずつ開いてくるからね、股関節がね。下半身太りはね、主に股関節になるから、下半身痩せしたいよって人はね、これ絶対やって。よしよ、今度は前屈ですね。足を揃えて、つま先をまずは前、体胸張ったら手を伸ばす。これを繰り返すよ。遠くに伸ばる、遠くに伸びて、息吐きながら、ふーふー。もう食べ過ぎちゃうよっていう人とかはね、もう頑張りすぎ傾向があるから、ストレッチ増やすとね、いいよ。痛いと思わずに伸びてる、気持ちいいなと思ってやっていきましょう。あー、はい、次はつま先を持ち上げてから、同じように倒れるよ。ちょっとお尻と腰よく伸びるから、無理しないようにいきましょう。はい、いくよ。はー、力を抜きながら、反り腰の人はね、前屈硬い傾向にあるから、しっかり前屈してみて。反る方が強いってことはね、丸まる方が弱いってことだから、丸まることをね、いっぱいしましょう。お腹のポッコリ気になる人も前屈ね、結構大事。その調子でいきましょう。よし、オッケー。はい、じゃ楽に座って、今度はね、胸張って手を回しましょう。顔は正面向いとってね、できるだけ息を吐きながら、お腹を引っ込めて、体を持ち上げたままひねってみて。これだけで腹斜筋が鍛えられるから、くびれができてくるよ。さっきの前屈で反り腰解消、これでくびれ。ストレッチでも結構体はね、変わってくるからね。この調子、息で吐いて。よーし、オッケー。
はい、そしたら今度は足の裏を合わせてパタパタ開きましょう。膝をパタパタ開くよ。さあ、いくよ。パタ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 。これ自分のペースでね、いいんだけどね。割とね、ちょっと早い方がね、力が抜けるかな。力を入れて抜く、入れて抜くって繰り返し。パタ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 としたらね、股関節伸びてくるからね。その調子、その調子。いいよ。お腹しっかり引っ込めて。よーし、OK。よっしゃ、ラスト。手をお腹に当てて、体を引き伸ばしながら息を、ふーんと長く吐いてみて。お腹をね、引っ込めながら、引っ込めるのを手で感じながら、息がなくなったら吸って、ふーん、シューッとお腹を引っ込めてみて。これだけで便秘が改善されて、体幹の奥がね、鍛えられて姿勢が良くなるからね。 OK。 それでは初めのチェックをしてみましょう。かかとを手前に引き寄せて、どのくらい膝が開くでしょうか。初めより開いたよって人はコメントで教えて。はい、次に手は後ろで内側、反対の足が動かないように、どのくらい倒れるようになった？ビフォーアフター出たらコメントで教えてね。